津川山方面から望む日本モンキーパークと木曽川チリ院ン地図 Google ググマップ日本モンキーパーク日本モンキーパークは愛知県犬山市にて動物園を併設している遊園地である通称モンパ名古屋鉄道の子会社である名鉄インプレスにより経営されている愛知県の小学校では遠足先の定番の一つとされ毎年いろいろなアトラクションがあり 子供を楽しませる工夫をしている。オリジナルキャラクターは、モンパくん、モンピーちゃんで、2006年3月11日にデビュー。犬山遊園に代わる、行楽地として、名鉄が1952年12月に計画した犬山自然公園が日本モンキーパークの原型である。自然公園の中心となる白山平付近は1955年9月までに、設置され、 ピクニックランドと名付けられた。ピクニックランドはイベント会場としても機能し、世界風俗博、日本映画博、平和日本防衛大博覧会といった博覧会が開催された。その後、平和日本防衛大博覧会開催に伴う敷地の拡張もあり、敷地内にはティーカップ、メリーゴーラウンド、飛行塔、ムーンドケットといった 遊戯施設が1959年から1960年にかけて整備された。これを機に、名鉄はピクニックランドを通年営業の施設にすることとし、同時に新愛称を公募した。その結果、日本ライン下りにちなんだラインパークの名称が採用され、1960年5月末より通年営業を開始した。ラインパークがモンキーパークに解消されるのは1980年の、 ことである。中央にある、旧動物園駅の東側が動物園、西側が遊園地となっている。以前は、入園料金が共通で、両者の間は、往来自由であったが、2014年4月1日より、入園料の分離化が行われ、それぞれで入園料を支払うシステムに変更された。犬山城、明治村、リトルワールドと共に、名鉄の名古屋市郊外の主要ターミナルである。 犬山駅を拠点とした沿線レジャー事業の一体を形成している。2003年に名鉄のレジャー事業の合理化を目的として、同年10月に南千下ビーチランドと共に、新設市会社の名鉄インプレスへ投資施設の資産、経営権が譲渡され、運営が継続されている。隣接する日本モンキーセンターと共通入園できた時代もあったが、2014年4月に分離された。 日本モンキーセンターは、世界にも数少ない猿専門の動物園であり、73種600頭の猿を見学可能である。詳細は、日本モンキーセンターを参照。乗り物、編集施設、編集愛知県犬山市犬山管理員26。ありがとうございます。